こんにちは、CRD です。今日はですね、タイトルにもある通りなんですが、去年の12月の30日に発売予定だったんですけども、延期になってですね、本日1月15日に発売されるというですね、パテントブレッド、エアジョーダン1のパテントブレッドをですね、購入したろうという、動画です。多分狙ってる方もね、たくさんいるんじゃないかなと思うんですよね。今年入ってから一番最初の、エアジョーダン1の争奪戦になるんじゃないかなと僕は思ってるんですけどね。まあ、もともと実は僕はですね、特にね、ジョーダン1がめっちゃ好きってわけでもなくて、今回のね、このブレッドなんで欲しいかと思った理由がですね、パテントなんですよね。僕ね、パテントが結構好きで、ピカピカした感じ、テカテカした感じがね、結構好きなんですよね。嫌いな人もいると思うんですけど、パテント素材的には結構ね、合わせにくいとか、服に合わせにくいみたいな感じのイメージはね、あるんかもしれないんですけども、全然そんなことなくて、色合わせバチバチにして着たら絶対かっこいいわと思って、最近あまり僕原色系のねスニーカー買ってないんですよね。まあ流行りっていうのもありますけども、僕ぐらいの年になってくると、落ち着いた色、赤色でもやっぱりね、エンジ色とかの方が好きになってくるんですよね。なんですけれども、あのね、ブレッドに関しては、あの黒の配分が多い赤が入っててもね、目立たへんというか、元気いっぱいな感じになれへんなっていうのがあって、だからね、いいなと思って、あれ欲しいなと思ってるんですよね。ということで、今回オンラインチャレンジをねしようと思ってます。スニーカーを使って買えるかどうかっていうのをね、チャレンジしたいと思います。なんか欲張って複数の店舗で買おうとするじゃないですか。そしたらそれ全部あった時どうすんねんみたいな問題になってくると思うんで、そういうことがあって、僕はいつもね、もうスニーカーで1本でトライしてるんですよね。僕ね、ちょっと行列が苦手なタイプなんですよ。だからちょっとね、店頭の方に抽選に行ったりとかはもうしてないんですけど、逆にスニーカーで出るものに関してはね、もう家で、できますし、自分のペースでできるのでね。で、今回抽選じゃなくて先着っぽいですね、買えるかどうかってとこなんですけども、9時になりますんで、そろそろちょっとこっちの方でもね、購入の準備進めたいと思います。今日は買えるかな。ということで、スニーカーズ開きます。で、パテントブレッドね。はい、じゃあ9時になりましたんで、スタートします。で、こっからね、どんぐらい買えるまでにですね、というか結果が出るまでか、にどれぐらいかかるかっていうのは正直計り知れないんですよ。なのでね、待っとくしかないんですよね。めちゃくちゃ待たされることもあります。30分以上待つ時もあるし、もうすぐに3、もう1、2分ぐらいで、完売とかって出て無理な時もあるんですよね。だからね、今回は、どのぐらい時間かかるのか全然わからないんですけども、じゃあ待ってる間にですね、このスニーカーズで書いてある商品詳細を読んでいきましょうか。35年にわたってマイケル・ジョーダンの代名詞となっているカラーが復活。ブラックとレッドのエア・ジョーダン1が今シーズンをかつてないほどに盛り上げる。着用が禁止されたという伝説と、1985年のダンクコンテストでの MGA の迫力あるジャンプで有名になったこのシューズ。このエディションではエナメルレーザーで覆うことによって、MJ の最も伝説的なスタイルに高級感を加えたとのことですね。去年の末頃にですね、このパテントブレッドが限定アクセスでね、たくさんの量販売されたんですけども、ただやっぱり限定アクセスって自分で履く意思ない人にもね、配られるものになるんで、僕の友達でもね、当たってた人がいてたんですよ。もともと買う気なかったらしいんですよね。ただスニーカーズで届いたものもね、一応返品できるんですよね、ナイキって。だから届いてからどうしようかなみたいな、ね、見ようと思ったみたいなんですけども、見たらね、実物かっこよかったらしくて、それ履くことにしたそうなんです。めっちゃ高騰してたんですよ、その時値段が。この前ね、パテントブレッド早すぎる限定アクセスの件みたいなことでね、動画出したんですけれども、そこでも言ってたんですけど、まあまだ今は木じゃないと、プレネでいかん方がええっていう風に話をしてたんですね。その時限定アクセスで出たやつでもう転売する人ばっかりやから、自分が欲しいと思ってね買ったスニーカーじゃなくて、ナイキから限定アクセスが来たから買ったって人多いと思うんですよ。そういう人ってあんまり自分で履く意思ないから売ったりすることがよくあると思うんですよね。転売市場に流れて結構な高値がついちゃったんですよね。そういうこともあって、僕はね、出るのを待とうっていう風な話をその時にね、動画の中でしてたんですよね。本来は12月の30日に出る予定だったんですけども、流通関係がね、今もう乱れまくってるんで、マクドナルドのポテトがね、S しか買われんかったりとか、こういうスニーカーとかばっかりじゃなくてね、日用品とか、食品にもですね、そういう影響が出てるんですね。コロナの影響でね、工場が閉鎖になったりとか、通販需要の増加によってね、運送会社とかも大変だったりするんですよね。そういう事情からね、配達されるべきところに配達されなかったりとか、新商品がね、供給できなかったりとかみたいなのあるみたいなんですよね。今回ね、16日かな、遅らせて1月15日に今日、このパテントブレッドが発売って流れになったっていうことなんですけども、今日本発売で結構な速数出るっていうのはリークアカウントの方でも見てるんですよ。だからおそらくね、日本にも結構入ってくると思うんで、おそらくプレネはそんなにいかへんと思うんですよ、僕の予想では。だから去年の限定アクセスの時にプレネ出して買った人はちょっとね、早まったかもしれない。ちょっと待ってくださいね。
ごめんなさい、ちょっと中断しました。ですね、クール宅急便が来てまして、中身はゴディバのアイスチョコ、チョコアイスでした。カップのやつね、ロック入りのやつでした。ごめんなさい、ちょっと関係ない話しますけども、今待ってるところなんでね、ちょっとお付き合いください。僕ね、今年の1月1日に初売りね、サンダのアウトレット行ってきたんですよ。で、ほぼ何も買ってないんですけど、まあ、行って、ほんで、ナイキとかね、いろいろ見に行ったんですけど、めちゃくちゃ並んでて、で、あそこで撮影禁止なんですね。どの店も全部、みたいで、ゴディバすら取れなかったんですけどね。はい、まあまあ何の脈絡もないただの暇つぶしというか、待っていただいてる間のダバなしなんですけども、ということでゴディバを買ってもしました。Let's get it!こんだけ喋ってるけど全然動かないですね、そうなんですよね。前の時もそうやったんですね。アママニエルの時もかなり待ったんですよね。このパテントブレード僕はね、実物見たことがあって、原宿に、去年のですね12月に行った時に、リミテッドさんで見たんですよ。それと去年の末にですね名古屋に行った時に、あれどこやったっけな、大須やったっけな、大きな商店がありますよね。あの商店街の中に高い壁にね、レアスニーカーをめっちゃ並べてる店があるんですよ。で、妙に高かったのを覚えてるんですが、その店でね見ましたね。その店なんかね、不思議な店なんですよね。名古屋在住のスニーカー好きの人は分かると思うんですけど、なんて店なんですかね。なんかすごい壁高くて、レアスニーカーみたいなのを並べてるんですけど、上に行けば行くほど、ちょっと高いスニーカー。まあ、あんまり触ってほしいのか分からんですけど、そういう風な感じで置いてて、ああ、すげえなって、規模的には東京の原宿にあるスニダンの規模をめっちゃ大きくしたような感じの、展開というか、即数って感じだったんですけれども、まあでも、よう見たらね、右と左の所狭しと、もう壁中にですね、レアスニーカーがね、積まれてるというか飾られてるんですけども、それねスニーカーの数が多いんじゃなくて、左右のスニーカーをこっち右こっち左っていう感じで同じモデルの右と左を置いてたりとかするんですよ、それだから実際には即数というか置いてるモデル数っていうのはそんなに多くないんじゃないかなみたいな感じのお店だったんですよ。ちょっと謎やったんですけどね。値段も高かったんで、観光客向けなんですかね。でもね、実店舗の良さっていうのは値段はちょっと高くなるかもしらんけど、配送とかじゃなくてね、実際に手に取って時間に見て、そこでね、ええー、なこれって思ったら即金でその場で買って、で履いて帰ったりできるぐらいね、すぐに手に入るっていうところにメリットがあると思うんで、僕は実店舗でね結構高い値段がついてたとしても、まあまあそんなもんかなっていうふうに思いますね。まあ僕が買うかどうかは別ですけどね、僕はちょっと我慢して安くで買いたい派なんで。大阪にもねそういう感じのお店があるんですよ。僕とかみたいに、まあ庶民はね普通にそうやってちょっと安くで買おうというふうに思うんですけれども、裕福な人って世の中いるじゃないですか。なんかの社長さんとか、そういう人とかってほんまにもうなんかね、ああいうちょっと高めのお店行ったとしても全然躊躇なくこれとこれちょうだいみたいな感じでね買っていくみたいなんですよ。だからね、あんまりお金に糸目つけないっていうわけじゃないけど、あんまりその 1,2 万ぐらいの差やったら気にせえへんよみたいな人って実在するわけじゃないですか。なんかだからそういう人のための店みたいに思ったら、まあまあありかというか、まあそんなもんかみたいな感じで思ったりはしましたけどね。その間にですね、おエラー出た。おー、なんでなんで、今のめっちゃ出遅れ感ありますね。まあ、正直ね、こんなん言ったら元も子もないんですけど、買いたいっていう気持ちが強すぎると買えなかった時にすごいへこむじゃないですか。だからちょっとね、僕はねもう買えなかったぐらいの気持ちで今見てますから、これ買われへんかった時の落胆を味わいたないからみたいな、なんか汗臭い時に、自分が汗臭いって友達に言われたら傷つくから、自分からなんか自ら、あー今日めっちゃ俺汗臭いわって言うみたいな、なんかそんな感じで、なんかちゃうか、ちゃう例えかな今の。まあまあでもね、そんな感じですよ。要はその、なんや、なんかあかん方を想像しといて、そしたら、なんかいけへんかった時に、落ち込むのが、あ、変えた。うわ、今のタイミングで変えた。すげえな。やったちょっとぼーっとしてたのに変えたな見えにくいな。めっちゃ指紋汚いですね、ごめんなさいね。普通にこっちに出します、スクリーンショット。変えたっすびっくりした、やったー。ほんまにね、これは今年入ってから15日だけは絶対に
買ったんねんと思ってたんですよ。買えてよかった。これでね、ちょっと頭の中で考えてたブレッドのコーディネートができますね。あるんですよ、僕の中で。その靴買う前から、そのスニーカー買う前から、こういう風にコーディネート組んだねみたいなやつがあるんですけど、それがね組めますね。僕ガッテムっていうこの言い方してんの、コーンのね曲でガットザライフとかってあったじゃないですか。あの GOT はね、ガット、ゴッドザライフじゃなくてガットザライフやからって思って、それで僕はガットガッテムって言ってるんですよ。言ってるんですけど、まあ別にどっちも正しくないかもしれないですけどね、カタカナやし。まあちょっと浮かれ気味ですけども、買えたらよかったです。ということでね、今日は無事、手に入れたということでですね、ガッテムいたしましたわ。よかったよかった。届きましたらね、皆さんにちょっとお見せして、着画をね、久しぶりにやりたいなと思います。パテントブレッドの着画。パテントブレッドの話を去年もめっちゃしてるんですよね、動画の中で。だからね、それが引き寄せたのかもしれないですけどもね、普通にこうやってね、公式で手に入るってことはね、気持ちがいいもんですしね、リセールが悪いって言ってるわけじゃないんですけども、定価で買えるし、最短の、時間でね、手に届くわけじゃないですか。オンラインショッピングの中ではね、ナイキから送られてくるんで絶対本物っていうね、進化もありますけども、まあ、そんな感じでね、買いたいものがちゃんとしたルートで、手に入ってよかったです。ありがたいなと思います。1月に入ってですね、速攻、まあ、スニーカーを買ったわけなんですが、去年僕が買ったスニーカーを8足買ってるんでね、今年も同じペースとかそれ以上に増えてしまうとね、大変やなと思うんでね、1足なんか手放そうかなとは思います。はい、ということでね、今日は、ちゃんと買いましたよ。よかったです。やっぱりちょっと なんていうんですかね、ちゃんと感動を伝えれないというか、いいもんを見せれた感がね、ちょっと薄れてしまうので、買えてよかったです。着画もまたね、お届けできればと思いますので、よろしくお願いします。ということでね、本日は、いい瞬間を皆さんにお届けできてよかったです。見ていただいている皆さんの中でも、買えた方と買えなかった方いると思うんですけれども、コメント欄の方にね、よかったら、僕買えましたとかね、買えなかったとか、なんかそういうのをね、ぜひ書き込んでいただけたらと思います。誕生日プレゼントに買ったスニーカーがあるんですけど、それが僕の一番最初の今年の買い物でしたね。友達に買ったスニーカーです。まあまあ、それはね、ここでは紹介しないんですけども、今日は僕の分がね買えたということで、今年初の自分のスニーカーということでね、欲しかったやつが買えたんで嬉しいなと思います。また紹介させていただきますんで、このままねチャンネル登録していただいて、どんな服で合わせるのかみたいなところとかね、またお届けできたらなと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。 CRD でした。